金粒金粒は、金粒焼きの略称で、和菓子の一つである。現在よく見られるのは、寒天を用いて、粒あんを四角く固めたものの各面に、小麦粉を水でゆるく溶いた生地をつけながら、熱した銅板状で一面ずつ焼いて作る、各金粒であるが、本来の金粒は、小麦粉を水でこねて、薄く伸ばした生地であんを包み、その名の通り日本刀の粒のように丸く平らに形を、 整え、油をひいた平鍋で両面と側面を焼いたものである。製法の類似した今川焼きを金粒と呼ぶ地域もある。薩摩芋で作った芋餡を包んだもの、もしくは四角く切った芋羊羹の各面に生地をつけて焼いたものは薩摩金粒、芋金粒と呼ばれるものになる。もともとは大阪で考案された菓子であり、上新湖で作った生地で餡を包んで同様に焼いた。 ものであった。当時は、その形状と、色から、銀粒と呼ばれていた。1600年代後半に製法が大阪から江戸に伝わると、銀よりも、金の方が景気が良いとの理由から、名前が、金粒に変わったとされている。現在の、各金粒は、神戸元町の紅葉などの創業者である、杉田滝吉により、明治時代に考案されたものである。 富山県高岡市戸出地区などでは、現在も円形で、ツバの文様をつけた金ツバが残っている。ありがとうございます。